でいいんだよ。こちらが新作の水出しです、ハーブと紅茶の種類がございまして、あとこの前に白桃ほうじ茶の新作のものも出ました。あのお水で出していただいても炭酸で出していただいてもとっても美味しいのでおすすめです。Popular drink here. Yum.
Yum. カレルジャペックの山田社長に今日はインタビューしたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はじめに自己紹介からお願いします。こんにちは、山田です。山田歌子です。私34年前に大学、京都の大学なんですけど、卒業してから就職せずにこの会社をいきなり立ち上げました。で、当時はちょっと適当にこう楽しいことをやって、こう紅茶でもやってこう生きていけばなっていう、そういうふうに思ってたんですけど、気づけば34年でして、で、まあ、今に至ってますけど、紅茶の世界をアップグレードしていこうと思って頑張ってます。実はあの可愛い絵を全部私が描いてるんですよ。ショックですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。次ですね、はい、簡単な、カレージャペックさんの歴史だったり、紅茶ブランドについてお願いします。ちょっとさっき言いましたけど、34年目でずっと同じ34年だったわけじゃなくって、最初はただ、紅茶のビッグファンで、自分自体がこのティーラバーだったんですけれども、で紅茶が好きで面白くて、とにかくいろんな茶葉があるんで、自分が紅茶を売ることだけが楽しかったんですね。で、絵も自分で描いて、なんか可愛いお店屋さんができて嬉しいなっていうのが、まあ、最初の10年でして、で次の20年ですごく悩みまして、まあ、悩んでたけれどもずっと店は続けてたんですけど、本当に美味しさって何だろうって急に思っていて、で最初は入れ方とかに関係あるかと思ったんですけど、そうじゃないってことだんだん気づき出して、でフレーバー の楽しさとか目覚めているんですけど、本当に美味しいものを、まあ、お客様に提供できてるかどうかが気になりながらの10年間ですよ。20年目ですよ。で30年目でそれは鮮度だってことに急に気づいたんですね。まあ、でも30年目って言っても20年目の25、6年目ぐらいからで、茶葉が新しくなければ、あとは製茶技術がいいものじゃなければ、どんなおしゃれでも、どんな入れ方をしても美味しくはならないっていうことに急に気づいて、そこからですね、で今に至っているわけです。ありがとう。それ簡単すぎましたね。大丈夫です。ありがとうございます。今店舗7店舗で、東京にしかないです。あと通信販売と卸が300店舗ぐらいです。以上です。ありがとうございます。バジーちゃんのストーリー制作秘話についてお願いします。もともと私の妹が、私4人姉妹なんですけれども、妹の妹が黄色いものが好きなんです。で黄色いものが好きなので、お姉ちゃんなんか黄色いもの描いてよって言ってたんです。それで嫌だなと思ったんですよ。黄色いものって、まあ、あんまりないじゃないですか。で嫌だったんだけれども、イタチかなって最初思ったんですけど、やっぱりこう昆虫ですよ、インセクツですよ。で昆虫だったらいろいろこうブーンといろんなとこいけるなって思って、それで描いたのがきっかけで、で顔は私のと、まあ、今もそうですけど、目と目が離れているこういう顔ですよ。それで、まあ、バジーってバズバズバズって言って、ブズブズブズか、なんかこう蜂の羽の音、それで、まあ、単純につけたもので、そんな感じです。ありがとうございます。はい、では、山田社長のお気に入りの紅茶のフレーバーを教えていただきます。私が一番好きなのは、ガールズティーって言って、まあ、女の子のお茶会ってイメージで作ったんですけど、ポイントとしては香りはすごくストロベリーでいい香りなんだけれども、飲んでみると普通の紅茶で割と意外とすっきりしてるという、そういうのをコンセプトにしてまして、でもこれが一番美味しいです。あ、私にとってね。はい。他には何がありますか。他は、まあ、似てますけど、ロイヤルアップルって言って、アップルティーっていうのは、私もともと海外の大学の時に海外のアップルティーを飲んで美味しいなって思ったんですよね。でその頃はなんていうかな、真面目な紅茶というか、紅茶通っていうとダージリンとかアッサムとか、まあ、そういう人が、まあ、紅茶通っていう風に、でもやっぱりフレーバーティーってそれ以上の楽しさというかありますよね。でそういうのを教えてくれたのがアップルティーで、でのかな、若さを残した感じのアップルティーで、これ美味しいんですよ。これはディンブラで作っていて、さっぱりしてます。以上です。最後にですね、はい、山田社長のイラスト、はい、絵本の紹介をお願いします。はい、絵本大体30冊ぐらい出してるんですけど、これなんですけど、これ最初はもっとあいうえお絵本とか ABC とかもっと単純なものにしたかったんですね。でも10回以上編集者の広松さんって言うんですけど、却下されて、最終的にはバジーがいろんなとこ冒険に行くって話になりましたっていうのかな。紅茶だからこんなやつを作ったって思われたら本当その通りなんですけど、こうロビンとルパートのティータイム屋さんっていうね、で、まあ、で
写真じゃ面白くないんで全部絵でレシピを書いてみて、で実際作れるようにして最後自分で作って、まあいろんなとこを旅するわけだけど最後自分でこう作ってみたんですけど、実はこれでして、これエッセイなんですね。 ABC ってティータイムって A から Z まで全部それにまつわるエッセイと、それとなんかレシピとか、あと絵本が書いてあるんですけど、人間もこうなんていうのかな、こう穏やかで、その感じがこれには表れてるんですよ。ぜひこれを読んで笑ってほしいっていうね、こうそういう気持ちで書いてるものです。これがおすすめです。はい、伝えたいこととか、皆さんに伝えたいことは、紅茶屋の私としては、紅茶の世界って30年以上アップグレードされてないというか、みんなどんな紅茶が好きですかって聞くと必ずブランドしか答えないんですね。でどうですか、例えばコーヒーとかワインなんかどんなワインが好きですかって聞かれた場合に、ボルドーのなんとかだよとか、白ワインが好きだよって人なんかいないじゃないですか今、好きな人でですよ。あとのましてやメーカーを言う人なんていないと思いません。コーヒーもそうですよね。でも紅茶だとどんな紅茶が好きですかっていうと、いまだにどこどこって言ってこうブランド名を答えるんですよね。なんですごくそれが寂しいので、それがいけないっていうんじゃなくって、もっと何年もののディンブラ美味しいよねとか、今年の新茶こうだよねみたいな、そんな世界になってもらえればいいかなと思ってて、なんで私が頑張りますんで、皆さんもうちの紅茶についてきてこれがメッセージです。ありがとうございます。ありがとうございます。インタビューは以上です。ありがとうございました。じゃあこれで、はい、はい、かわいい、ちょっとかわいいよね。